ドラマクイーンナビゲーターのアンジェリカです。はい、一ノ瀬ひとみです。いつもありがとうございます。ありがとうございます。さあ、世界2位の辛さを誇るトリニダードスコーピオンブッチテイラー、アンちゃんが私にくれた激辛一味唐辛子なんですが、うん、その動画も YouTube に上がるということで、思い出すだけでこれだって未公開になるって聞いたよ。あ、そう、うん、あ、だから未公開の部分もあるってことか。で、食った後に、あ、これ今言っちゃったあれだけどね。ぜひ見てください、それをね、はい、うん。よろしくお願いします。めっちゃ辛くてめっちゃ美味しいです。見て見て。噛んでるからちょいちょい。めっちゃ嬉しい。どうしよう、テンション上がってきちゃった。え、これってイッチだけでしょ食べるの。ピザだからみんなで食べるんだよ。そのピザなんだから。私トラウマって言ったじゃん。まずこんな感じ、こんな感じ、こんな感じ、ちょっと僕もした。そうそう、それぐらいの方が絶対いいと思う。いいですか、食べていい。やばい、私これね、もう香りで辛いわ。私イッチがもだい始めたらもう絶対食べない。いただきます。辛っ。ねえ、ちょっと待って、私嫌なんだけど。辛い？辛い？めっちゃ美味しい。また食べるのこれ。でもこれ。え？待って。これかかってるけど、もうちょっとかける。かかってみる。でも大丈夫これ。え、めっちゃ、どうしよう、超美味しい。え、私だってもう今、カツラの中ベッタベタだと思う。頭の中。いただきまーす。すごい。すごいっていうか、ね、辛い。でも一で辛いって言ってんでしょ。辛いけど美味しい。美味しい。あんたのことなんか信用してないんだから私。これしょぼいよね。全然そのかかってないじゃん。あ、そう、俺、そう、とりあえずそこだけじゃ。それ多分絶対大丈夫。その上なら。あれね、これ。絶対大丈夫。いや美味しいよ。ね。美味しいけど辛いわね。辛いね。でもね、これ嫌。嫌になる辛みじゃない。これめっちゃ美味しいわ。辛いもの好きな人も大丈夫よ。これ。うわぁ。私も完全おじさんの声で。いや、超辛いと思うよ、これは。いや、それ絶対超辛いと思う。やば。辛いでしょ。これで、うん、ようやく落ち着く。何落ち着くって。でも思ってた以上に、ちゃんと辛みも美味しいね、これ。うんうんうん。ほんと、ただただ辛いだけじゃなくて。うん。皆さんもぜひこれ気になる方ちょっとだけかけて食べてみてよ。あんた本当はすっごい辛いでしょ。はあ。いきますか、エンディング。そうね、はいはい。今日もドラマクイーンお送りしてまいりました。あれすっごい嫌なんだけど今。そうかして、もうちょっと、もっとかけていい？ちょっと。何これ？え、辛い、やば、ダメ、やばい。え？こんなに、あ、水よりいいのかなきっと。え、すごいびっくりした。一気に収まった、ちょっと今。やっぱベロ死んでんじゃない？あんた。死んでないわよ。これ無理だわ。これ後でスタッフの皆さんも食べますからね。これこれ みんな笑ってるけど、本当ますか、ね、みんな食べてくださいね、本当に。うわ、辛っ、うん、皆さんもぜひこれ気になる方ちょっとだけかけて食べていってくだ。あんた本当はすっごい辛いでしょ。え、超辛いよ。すごい、え、すごい辛いよ。目がすっごいピカピカしてるもん今。え、すごい辛いですよ。小林幸子みたいになってる。さっきは喉が辛かったんだけど、うん、今舌が辛くなってきた。そうでしょ、だから私、うんうんうん、だから遅いね、私まずっと今痛いからまだ、うんうんうん、で今ベッタベタで頭の中で言われたんだ。あ、これ辛いわ、すごい辛いわ。じゃあ一回閉めるわ、ね、辛いから。まあ、あの以上ね、激辛あの一ノ瀬ひとみのあの舌が死亡してる説でした。激辛コーナーでした、うん、はいはい。いかがでしたでしょうか、スコーピオン。もう私トラウマになってるからね。トラウマ、自分用には絶対買わないようにしてる。もし気になって、うん、トリニダードスコーピオンブチテイラーをネットで買って召し上がっ
った方、うん、感想ください。どんな感じだったか、どれぐらいあれが大丈夫な人がいるかを知りたい、ね、知りたいよね、うん、まあそれも含めお悩みも含め、うん、何でもいいです。メッセージください。ダイレクトメッセージでも OK ですし、うん、エントリーからアクセスしてください。たくさん待ってます。こういうのもらえちゃうかもよ。缶バッジね、超かわいい、うん。